中国の脅威が増中。ついに山東空母が始動しています。日本も護衛艦伊豆、元加賀の改修計画が急ピッチで進む中、F-35B 戦闘機運用について詳しく見ていきますね。世界で無人戦闘機時代へ突入しつつある中、南西諸島でのヘリ墜落の因果関係も気になるところです。日本は結構レッドラインを超えている状況を分かってくださいね。2021年10月5日、四国沖合の太平洋上において、海上自衛隊の出雲型護衛艦の1番艦、出雲 DDH-183 の耐熱化改修を終えた飛行甲板上に、アメリカ海兵隊岩国基地所属の F-35B ライトニングに2機が飛来して、垂直着艦からの短距離発艦の試験が実施され、見事に成功し、海上自衛隊護衛艦に固定翼機である F-35B が発着艦を行ったのは初めてのことであった。海上自衛隊においては、創成期より旧日本帝国海軍時代の実績から航空母艦の保有を志向しており、1961年度、昭和36年度の第二次防衛力整備計画では、ヘリ空母 CVH の取得が試みられた。しかし、この計画は、安保闘争などの社会情勢による、政局の混乱や、専守防衛にこだわる、当時の防衛庁内局とのせめぎ合いなどによって実現せず、まず、この段階においては、護衛艦への対戦哨戒ヘリコプター搭載から、始めることとなり、1967年度、昭和42年度、から、1971年度、昭和46年度、までの第三次防衛力整備計画にて、春名型 43-45DDH 護衛艦が、1972年度、昭和47年度から、1976年度、昭和51年度までの第四次防衛力整備計画では、白根型 50-51DDH が建造された。この四次防以降、護衛艦隊の基本編成として、8艦8機体制が採択され、汎用護衛艦 DD にもヘリコプターを搭載するようになった後も、これらの第1世代 DDH は、護衛隊軍の航空中枢艦として活躍した。ただ、この艦の1980年代後半には、旧ソ連軍による空の脅威が増大したことへの対策として、イギリスが開発した垂直、短距離離着陸機、ストブルエル、シーハリアー艦上戦闘機を、運用可能な軽空母、DDV 建造が検討されたことがあったが、旧ソ連空軍戦闘機に対抗するには、シーハリアーの能力が不足していたことや、中国や朝鮮半島など近隣諸国への政治的配慮に加えて、アメリカ海軍の反対などもあり、ミサイル防衛に従事する。イージス艦導入に重点が置かれることとなって、海上自衛隊の空母保有は実現しなかったのである。1990年代になり、ソビエト連邦が消滅したことによって、東西冷戦が終結したことによって、アメリカ海軍においては、パールハーバーの記憶が残る世代の幹部が、海上自衛隊の装備が不必要に強くなることを警戒し、戦前の旧帝国海軍の復活を阻止するとの思惑があったとされ、日本が空母をシーレーン防衛だけでなく、周辺国や小国に対する恫喝に利用するのではないかという懸念が出されていたという。また、日本が空母を中核とした艦隊整備に動き出せば、過去にこだわる中国や韓国との間に深刻な政治的軋轢を生んで、東アジア地域の安全保障環境を不安定する危険があるとの懸念もあり、当初は、軽空母であっても、将来的に、その後継艦として、正規空母を保有する可能性があり、アメリカ海軍としては、あくまで、海上自衛隊を、第7艦隊の補助部隊として運用したいとの思惑から、日本の空母保有に、反対していたのだった。しかしながら、その後、
アメリカ海軍は、海上自衛隊が、初の全通飛行甲板を持つ、ヒューガ、片護衛艦、DDH を導入する際には、全く異論を挟まなかったとされ、その理由としては、中国海軍の台頭によって、緊迫の度合いが、著しく高まっている、極東軍事情勢の変化と、アメリカ軍指導部の年齢層が、パールハーバー世代から、世代交代したことなどがあるとみられ、極東地域における安全保障任務を分担するために、日本に、アメリカ海軍の機能の一部を代行させようとの意見が、主流になっていることが、挙げられている。そのような状況から、2000年頃からは、海上自衛隊とアメリカ海軍第7艦隊との連携のために、アメリカ海軍の空母の CDC、戦闘式中枢や司令部艦橋に、海上自衛官が配置されるようになり、これまで、北大西洋条約機構、NATO 加盟諸国の海軍武官が、このような形で、アメリカ海軍の正規空母に乗船していたことがあるが、アジアの海軍において、空母の CDC に人員を送り込むことができるのは海上自衛隊だけだとされ、これは、海上自衛隊に、近代空母運用の現場を見せて、そのノウハウを実地で学ばせようとの意図が、アメリカ海軍にあるためではないかと見られている。このような時代背景が経過していたった現在、海上自衛隊の、出雲、片護衛艦の1番艦、出雲、と、2番艦、加賀、において、航空自衛隊が、導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F-35、ライトニング2の短距離離陸、垂直着陸、ストブル型の B タイプを艦上で運用するための空母化改修が進められている。出雲は2021年6月に建造されたジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場で1回目の改修を終え、飛行甲板で F-35B が垂直着艦を行う箇所を特殊塗装による耐熱化工事や誘導灯などが設置され、短距離発艦のための艦首から艦尾までの黄色いトラムラインと呼ばれる表示線が引かれ、戦術したアメリカ海兵隊の F-35B の発着艦試験が行われた。出雲の2回目改修は2024年度に予定されていて、艦首形状を現在の台形から四角形に変更する工事や着艦誘導装置、飛行甲板の標識灯下灯改造、温度計測装置、衛星通信装置改造、艦内区画の変更などが行われて、2026年度中に空母化改修が完了する。また、加賀は、2022年3月から、建造元のジャパンマリンユナイテッド呉事業所のドックにおいて、1回目の改修が実施中で、出雲と同様の飛行甲板の耐熱塗装工事や表示線塗装などと同時に、艦首形状の四角形へ変更する工事も施工される。この改修は2023年度中に完了し、その後2026年から2年間をかけて予定されている2回目改修によって空空母化改修を終えるため、出雲、が、加賀の一足先に空母として就役することになる。その一方で、艦載機となる予定で、42機の導入が計画されている F-35B は、2023年度予算において、8機分を取得するとして、1435億円の予算が計上され、国内における陸上配備予定基地として、宮崎県の航空自衛隊新連原、ニュータバル基地に配備される予定で、訓練を実施しながら、出雲、型護衛艦2隻の改修完了を待つことになっている。防衛省では、世界の航空戦力が第5世代ステルス戦闘機に移行していく現状において、日本周辺の航空優勢を確保するために、高性能な戦闘機をより多く保有して、日本本土に配備することを目指している。しかしながら、2023年4月時点において、全国の自衛隊が使用可能な飛行場は、
民間航空会社との共用飛行場を含めて45箇所のみで、さらに、航空自衛隊の主力戦闘機である F-15J、イーグルが、離発着可能な2400メートル級以上の滑走路を持つ飛行場は、20箇所しかなく、特に、太平洋上においては、本土から遠い小笠原諸島南端の洋島基地1箇所しかない。また、地政学上において、中国海軍の外洋進出を妨げる位置にある、鹿児島県から台湾まで、長さ 1200km に及ぶ南西諸島においても、F-15J の離着陸が可能な滑走路があるのは、沖縄本島の那覇基地と、沖縄県が、自衛隊機の使用を認めていない、宮古島隣の下地島空港の2カ所しかなく、防衛上、大きな不都合が生じている。そのため、短い滑走路でも、離着陸が可能である、短距離離陸、垂直着陸、ストブル機である F-35B があれば、自衛隊が使用しているすべての飛行場はもちろん、小さな離島でも運用が可能となるため、南西諸島の防衛における航空優勢の確保に必須の戦闘機なのである。しかし、出雲、型護衛艦や離島での F-35B 運用においては、整備隊の配備や、弾薬、燃料、パーツ類などの備蓄や運搬などの問題があり、軽空母としての運用開始までに解決しておかなければならない問題として指摘されている。また、F-35B は航空自衛隊、護衛艦は海上自衛隊、島嶼奪還などの水陸両用作戦に従事する水陸機動団は陸上自衛隊と、それぞれ指揮系統が異なることから、有事の際のこれら指揮系統の潤滑な連携のための統合司令部の整備が重要であろうと指摘する声が高まっている。